こんにちは、無所属市民派福山和人です。初めてのインスタライブなので若干不安もあるんですけれど、頑張って、進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。今日は去年の12月に武蔵野市議補選に、挑戦をされた鈴木成沙さん、とのライブということでございます。早速鈴木さんに、入っていただこうと思います。鈴木さんですか？はい、鈴木です。こんにちは、福山です。こんにちは、はじめましてなんですよね。そうですね、どっかでお会いしてるかもしれないけど、こうやってちゃんとご挨拶するのは多分初めてやと思います。なんですよ、はい、ありがとうございます。今日はお忙しいので。とんでもないです、こちらこそ。遠くから応援をしていただけるということで、大変ありがたく思っています。ありがとうございます。はい、そしたら、鈴木さんは今回私たちのつなぐ京都2024に、ボランティア登録もしていただいて、応援をしていただいているということで、大変嬉しく思っております。で、鈴木さんからインスタライブやりませんかっていうね、ことだったので、僕全くこれ初めてなので勝手がよく分かってませんけど、すいません、何か粗相があればそれは勘弁してください。全くありがとうございます。はい、そしたら最初に、鈴木さんから少し簡単に自己紹介などしていただければと思いますが、いかがでしょうか？はい、ありがとうございます。先ほど福山さんからもご案内いただきました鈴木成沙と申します。去年の12月の24日投開票だった武蔵野市の市議会議員の補欠選挙で、市長選挙も一緒にあったんですけど、その選挙に立候補しまして、今回はちょっと落選してしまったんですけれども、完全な無所属で市民派、もう本当に市民の皆さんと一緒の手作りの選挙をやってという形で初めての立候補させていただいておりました。で、福山さんを応援したいなと思った理由が、私は京都に何名か小さなお店、自営業されている知り合いの方々がいらっしゃいまして、その方々が、そうなんです、福山さんをすごい応援していて、その投稿を、そうなんですね。そうなんです。で、福山さんがこれからの京都のその小さなお店だったり自営業だったり、ずっとこうつながってきた地域のお店を守ってくださる存在だっていう風な投稿をいろいろと拝見しまして、これは応援しなくちゃいけないっていう風に思いまして。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ホームページページを見ましたら、見させていただきましたら、その市民の皆さんと一緒にマニフェストとかも作られてるっていう風なのを拝見しまして、もうなんか希望の光のように思えて、で、本当に遠くからですけれども、応援したいなと思った時に、どういう風に応援したらいいんだろうっていう風に、分からないところもいろいろありまして、今日は伺いたいなと思ってインスタライブをつなげさせていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。で、コメントとか皆さん見ていただいている方今たくさんいらっしゃってありがたいですけど、コメントとか質問とかいただけたら私からできるだけ拾って福山さんにお伝えできればと思うので、皆さんどうかコメントなりシェアなりお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。待って、早速なんですけど、お伺いですか、はい、福山さん離れていても物理的に遠くにいても応援している方ができることって何なんでしょうか？ですね、はい、今結構離れてる方で応援をしてくださってる方々がたくさんいらっしゃってですね、一つ電活ということで、これは主に電話帳のデータをもとにして、京都市内の有権者に、電話をしていただいて、で、こういうビラが多分配られると思うのでまた見てくださいねとかね、市長選挙のこと知ってますかとか、で、一応福山っていう人が出てるので、よろしければまた参考にしてくださいとか、ホームページとかもあるので見てくださいねとか、そういうご案内、をしていただくような活動を結構
京都以外の方もたくさんしていただいてましてですね、これはもし、まあ、5分あれば1本、2本かけられますので、本当にこう普段の、隙間時間の中で、もし、していただけたらありがたいなと思います。で、1人が100本かけるよりも、100人が1本かける方が、よっぽど短時間で楽にできますので、もし可能な方はお願いできたらと思います。で、あとは私が、私だけではないんですけれど、たくさんの方が SNS でいろんな発信をしてくださってますし、まあ、そういうものをできる限り、いいねとか拡散とかしていただけると、より多くの方に見ていただくチャンスが増えると思いますし、そういう形でもお願いしたいですね。あとは、まあ、多分鈴木さん分かると思いますけど、僕らは全く企業献金とかパーティー券とか一切なしで、ないです。本当にこう参加していただいている市民の皆様からの、もう本当に100円、200円っていうカンパでね、この運動を取り組んでますので、もし、ご協力いただけるようであれば、カンパなども、協力していただけるとありがたいです。カンパの送金先とかは、どこにありますか？公式サイトの方に出てるので、ただこれはちょっと申し訳ないんですけれど、ちょっと法律の制約の関係で、日本国籍がある方に、まあ、限定をさせていただくということにはなりますけれど、可能な方はぜひそちらもご協力いただければありがたいです。本当にお金かかりますもんね。そうなんですよね。ビラ1個出すだけでも、もう結構もうびっくりするようなお金。結構ですよね。特にその大きな選挙になればなるほど、本当に、あと皆さんの本当に少しだと思うようなお金でも、それがしっかりと完全に活動に生きてくると思うので、本当にそうなんです。ありがたい支援ですね。いや、ありがとうございます。こちらこなんかそ。いくつかね、どういうふうに参加したらいいんだろうっていうふうなことをお話しいただいたんですけど、私からはなんかもしかしたらこれもいいかもしれないっていうのがいくつかありまして、なんか京都の周辺に住んでる、まあ、昔の友達だったり、ちょっと LINE のこう友達とかを見ていただいて、あと Facebook の友達とかをこうめくっていただいて、京都に住んでる近くの知り合い、お友達とかにこう DM するのもきっといいことですよね。こういう方そうでがすね。きっと今電話帳とかだと、なんかそれこそボランティア登録して電話かけっていうのはもちろんとっても大事で、できる方はぜひぜひっていう感じなんですけど、一番多分手軽に今スマホのある中でできることは、まあきっそうとですね。SNS をシェアしたりとか、近くに京都に多分住んでたなとか、京都出身って言ってたなっていう友達にちょっと連絡してみること。これそうがですなんね。かもう私の選挙の時も本当にそれが助かって、やっぱ友達からお勧めしてもらうのが一番、LINE で京都近隣の友達知人数名に口コミしてみましたっていうコメントが今いただああ、もうそれは嬉しいですね。いて、本当に。で、あともボランティアの登録をぜひ、私も本当に山さんのホームページすっごい素敵で、とっても分かりやすく、ボランティア登録すぐできると思うので、ぜひぜひ皆さんやっていただきたいなと思っているのと、あと電話かけですよね、あと寄付、それとあと京都の観光ついでに現地のボランティアに参加するのはどうですか？そうですね。昨日も、和歌山から来られてたりとかですね、結構、で、今度僕の友達の弁護士も週末に京都旅行を兼ねて1泊で 泊まりに来て、ついでにちょっと応援行ってあげるわっていう人がいるので、まあ、観光がてら来ていただけるといいかなと思いますね。とってもいいですね。で、結構今回の私のつなぐ京都2024の選挙事務所は、まあまあ広くて、ボランティアの方々がもうたくさん寄っていただいて、いろいろ、例えばこうビラ折りをするとかね、その選挙はがきの、その実務をしていただくとか、もうやっていただきたいお仕事は実は山のようにありましてですね、にありますか？たくさんのボランティアの方々が、まあ、今日も今、そのボランティアルームでいっぱい来てくださってて、皆さん協力をしていただいているので、もう猫の手も借りたいぐらいの状況ですね。皆さんぜひぜひお願いします。私もどっかで伺いたいと思いながら。もし
計画して、機会があればぜひ。はい、ありがとうございます。今コメントいただきました。成沙さん、福山さん応援してくれてとても嬉しいです。選挙の活動運動の雰囲気と福山さんの周りの空気が同じですって。あ、ありがたい。集会に参加したになります。パワーチザピーポーって空気です。集会に参加するたび SNS に投稿してます。だそうです。ありがとうございます。本当に、いや、ありがとうございます。じゃあちょっとまず皆さん、今ここをご覧いただいている方、30名前後の方に今見ていただいてるんですけれども、ぜひとも SNS をまずフォローして、シェアして、そしてボランティア登録してですね、それぞれできる範囲で、遠くからでもみんなで一緒に、ぜひとも福山さんを応援したいという気持ちでいますので、皆様どうかご協力お願いいたします。お願いします。ありがとうございます。ということで、はい、ちょっと短い時間になりましたが、はい、遠くから福山さんを応援する方法、皆さんと一緒に確認してまいりました、はい、福山さんからもしよければ今見ていただいている皆さんにメッセージなどお願いいたします。はい、皆さん今日はご覧いただきまして本当にありがとうございました。今日が1月18日なので、3日後、21日が告示ということになります。でそこから2週間で、2月4日がまあ投票ということになりますので、本当にもうあと20日、そこそこという、もうここからはもうあの最終コーナーに今差し掛かってる感じです。おかげさまで、体は元気で、まあ、声も枯れることもなく、はい、頑張っておりますので、ぜひともたくさんの皆様がですね、それぞれできる形で応援をしていただけると本当にありがたいな、思っております。で今度は本当にチャンス、うんです。もうこの前某政党がなんか調査会社を使って調査をしたらしいんですけど、4人のうち私を含む3人が横一線っていう調査報告がどうやらまとまったらしくて、そちらの陣営さんは非常に今警戒をしておられる、という状況です。でもう政党推薦一切受けずにですね、市民派として勝利を必ず勝ち取りたいと思います。これで勝つことができて、本当にこう市民の声で政治を作るっていうことが実現をできれば、ものすごく全国にも大きな波及効果がもたらされると思いますので、皆さんのお住まいになっているところで、その京都でできたんだったらうちでもできるやんというふうな形でですね、いろんな形での地殻変動が起こる可能性があるかなというふうに思います。だからまあ、全国は一つということでですね、ぜひ遠くからでも応援をしていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。頑張ります。はい、本当に頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。昼休みにありがとうございました。見ていただいた皆さんもありがとうございます。ではではでは、またありがとうございます。失礼いたします。失礼します。ありがとうございます。